いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして、小林でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このセットになりました。っていうか、つながりがわかんないですから、お客様でターじゃわかんないですね。失礼いたしました。今日はですね、ちょっとこの、今、配信これまだできていない、ご説明できていないアイテムなんですけれども、ナッパトップという、大変リッチな、はい、まあ、本当に触ってみてびっくり、したという、今、びっくらこいたって言っちゃいそうになって言っちゃって。やっと出来上がってきたんですよ。はい、もう、お待たせいたしました、お客様。これ、なんで配信できてないかっていうと、ちょっと。納期が大変遅れました。申し訳ございません。はい、というわけなので、いつかそれのね、またきちんとご説明できたらいいなと思うんですが、はい、まずは一足早く、こういうね、ちょっと素材を見ていただくと、はい、ここ、これ。ライダースポケットの、はい、大きい方の、ポケットは、ヘアカーフを使っています。なので、ちょっとこう、秋の小物として使っていただけるんじゃないかということで。実は、今、稲垣さんが持ってる黒は私の私物です。痛くてしょうがないでしょ、それ。分かった。だから、あんま触らないようにするから、まだ使ってないの、ね。いいの変えました。ほんとずるくないですか、先に。これ、まあ、ブラック。はい、それから、今私持ってるこれが、レオパード。はい。はい。レオパードは、はい、ヘアカーフの部分は、ガンダス社。というところのヘアカーフなんですけれども、はい、まあ、パーニってそもそもは、うん、シープで、まあ、ラグジュアリーブランドの手袋を専業でやっているところなんですけど、はい、柔らかいはずだ。そうなんですよ。うん、そこに、手袋ではなくてバッグ用に革を厚めに仕上げてもらって、で、ADMJ では直輸入してるんですね。はい、なので、これが出来上がる。確かになんかそうでなかったら、ね、あまりにも。シルクのようじゃないですか。柔らかすぎて。はい、これは本当あなたのものなので、あんまりちょっとあれですけど、はい、一応ちょっと、お客様の中だけお見せしてもいいですか、ね、まだ一応まだこう、まあ、ものなので、まだこういうのもついてるんですけど、ね。感じ悪い。これ。よく言われる感じ悪いって。これすごく良くないこれ。いや、でもね、こういうなんかスムースレザーって。はい、もちろん。失礼いたしました。傷がつきやすいとか、ちょっと扱いにくいんじゃないかってもちろんあるんですけど、皆さん手袋想像してください。はい、手袋って意外に丈夫じゃないですか。丈夫ですよね。そうなんですよ。はい、伸縮性があって、うん、なんでかっていうと、前にもお話したことあるかもしれないんですけど、皮って表面積を稼ぐためにすっごい伸ばすんですよ。それで薄くして表面積を稼いでる。はい。だけれども、手袋用に作った元々の原皮は、うん、厚いままじゃないと伸縮性が失われてしまうので、うん、表面積伸ばしてないんですよ。へえ。ってことは、厚みがあって弾力がある、はい、手袋用なので、はい、うん、実はこのナッパトップもそういう仕上げをしてるかな、ふかふか。そう、ふかふかなんですよ。で、ちょっともう一個だけいいですか、はい、高校のこのレオパードのこのカーフレザーが、はい、なんとこのポケットの、そうですね、この中も、はい、そうなの、ちょっと見づらいかな。そうですね、近く行っていい、はい、大丈夫ですか、ピント。見えます。ナッパトップで表現しておりますので。ね、でした。まあ、これ、まだ詳しいことをまたどっかの回でできてればなと思うぐらいいい商品なんですけれども、はい、ここはね、じゃあ、まあ、まだちょっと9月は残暑厳しいと。はい。ね。よく言いませんでした残暑残暑って。ごめんごめん。すいません、初めて聞きました。買ってください。初めてです。今とかズバッサリ言ってください。初めて聞きました。残暑残暑。ね、残暑なので、今何事もなかったようにカットしてもらったところがあったので。残暑でね、厳しいから、はい、服装はまだちょっと夏っぽいと。うん、そうですね。ね、ノースリーブだったり、半袖だったり。だけども、暦の上では秋なので、はい、おしゃれな方たちというのは、どっかにちょっとこうね、秋を取り入れてくると。はい、それで小物を取り入れてくるので、まあ、小物といえば、バッグだったり、ベルトだったり、帽子だったり、靴だったりということで、はい、そんなご提案をさせていただこうということで、はい、これを使うことにいたしました。で、私、ちょっと今回、この黒とお借りした、この、レオパードって言っていいのかな、はい、を使わせていただくんですが、これちょっとまた小林さん、私物をお借りしました。素敵な、こちらの、裏の洋服に。これは合うでしょ、はい、これを、これに、ブーツをお借りしていい？こういう。ブーツ。はい。こうブーツ。はい。で、こう持っていい？これでもいい？かわいいと思います。これでもいい？でもまだちょっとブーツ厚くないですか？わかりましたよ。っていう時は、
あの、ビソックの。これですよ。これ、なんかこれ皆さん買って。ありがとうございます。もうね、ケンヤ先生が。本当ですか？喜んでらっしゃって、はい、で、あの、これを作られた靴のメーカーさんもすごい喜んでらっしゃって、よかったです。はい。あの、これ配信まだ平気か、平気か。9月の、はい、初めてご覧になった方、9月の6日のお昼の12時までだったっけかな。あの、ADMGA の、はい、この YouTube をご覧になった方だけに、クーポンが発行されていて、ありがとうございます。で、それを使っていただくと、はい、うん、千円割引になるんですよ、実は。あれ、配信何号だったっけ？ボリューム、あ、書いてない。それを見ていただくと、そこに、はい、そうですね。クーポンコード。クーポンコード、はい、内緒のパスワードが、っていうのがあるので、それはこれ見てる人はいいか。ね、ADMJ だったね、うん。があるので、それ使っていただくと、絶対少ないから、はい、クーポンコード使っていただいた方が、そうですね。すごい履きやすい。すごい履きやすい。はい。生態史が考えた、うん。なんか私、この白いスニーカーに、この、ナッパトップのトート。はい、かわいいと思います。これ合うんだよね。うん、この靴、そんなにお高くないんですよ。でも、これと合わせたら高い靴に見える。怒られますよ、そんなこと言うと。人んちのことだ。人んちのことだって。ありがとう。ボリューム608でご案内してるので、そこを見ていただくと、コードわかります、はい。こんな感じ？はい。で、この黒もさ、だね。使っていい？はい、もちろんです。フルバッグも合うでしょ？そうですね。もうベージュと黒、オーセンティックなコンビネーションだと思いますが、またそこに黒いスニーカーあるんじゃないですか？今手間違えちゃった。こっちへ持ちたい。失礼しました。持ちたいんで、私。あ、安心して。安心して、はい、黒で。これ逆にね、本当にショートソックスに、素足でいいと思います。はい。黒買ったよって、お客様が、ね、はい、教えてくださって、嬉しい。これも合わせられそうなので。はい。いいね。ありがとうございます。これ合わせてみてください。私、個人買いをね、展示会でオーダーしました。はい、予約販売で。予約販売で。はい。予約してました、はい。ということで、ちょっと長くなりました。ごめんなさい。というわけですが、はい、実はこのバッグ、他の色もあるということで、はい、ちょっと小林さんにも返しとくよ。はい。はい、ありがとうございます。他の色、はい、見てみてください。お願いします。はい、いきます。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。他の色でございます、はい、グレーにカーキのヘアカーフです。おしゃれだな。いいですよね、はい、私 iPhone MAX 一番大きいの使ってるんですけど、うん、重たいですねそれも楽々入れていただくことができます。そしてもう一色、私の好きなネイビーが、はい、現物ない。そうなんです。すいません。誰かがどこかに持って行ってしまいました。はい。ネイビー。想像してくださいと申し上げるのも、また、また小林さん、ほんとやめてって言われるといけないので、もちろん詳細欄に、ここに QR コードが貼ってあると思いますので、はい、そこに詳細欄に行くと、オフィシャルオンラインストアに飛べますが、こちら、こういう感じで、中身は、彼らはグレーで、ピンク系のウレジを使っております。ネイビーもね、可愛いですよね、うんうん。ちょっとこれお預けして。はい、私、グレーのコーディネートを、ま、何回か登場している私の東京ジャングルの T シャツに合わせた。東京ジャングルじゃない東京サバイバー。今私真剣に東京ジャングル。東京サバイバーに合わせた、この、はい、やっぱりこういう、なんていうんですかね、色で、季節感を出しつつ、うん、そんな暑くないものってやっぱりこういう季節の裸行きにとても便利だと思うんですが、はい、こんなコーディネートで、まあもちろんそうですね、こういう時はブーツがいいね。はい、ブーツを履いていただくといかがでしょうか、うん、お客様、うん、なんか季節は秋だけれども涼しいっていう、うん、雰囲気を醸し出していただけるのではと思いますので、はい、やっぱりこのナッパトップのカーフと、こちら、うん、じゃあすいません、突然の今稲垣さんのツッコミに答えようと思いますが、うん、もちろんそうですね、可愛い、うん、華やかになりますよね、はい、ちょっとブーツ合わせてみましょうかな。こう、あ、でもこれ白いスニーカー可愛いかもしれない、うん、体が硬いどうですか？可愛いですよね、はいうん、なのでやっぱり白いバッグに白いスニーカー、なんか最近の定番ですね、私の、うん、よいしょ、安定ですね、安定ですね、はい、
なので、詳細欄ご覧いただけたらと思いますので、はい、私あのグレーの中身をお客様にご案内してなかったですよね。すみません。これクラウドとゴールドベージュでございます。はい、いいね。はい。おかげさまで。おかげさまで。いや全然日本語が正しくないですけど、やっぱりこの裏地とこのテープがね、杉合のテープが合ってるところがちょっとおしゃれだなと思って、私はいい買い物をしました。今日のブルーのお洋服にちらっとクラウドが覗くところもあります。そうですね。はい、こういう、コンビネーション楽しんでいただけると思います。はい、まあ、上質なカーフ、ヘアカーフのコンビネーションなんで、まあ、贅沢なんですけれども、まあ、いいものは、はい、持ってるとね、そうですね、なんか気持ちが長く使えるっていうところも嬉しいポイントだと思いますよ。はい、ぜひ、お手にしていただけたらと思います。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。